105.9 The Region.1059 The Region をお聞きの皆さん、おはようございます。高畑恵美です。今日は10月6日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週はカナダではロングウィークエンドです。月曜日は Thanksgiving Day。 この Thanksgiving Day、 秋の収穫を祝う感謝祭は、もともと神に感謝を捧げる宗教的な意味合いが強い行事の一つだったとのことです。現在の感謝祭は、家族みんなで集まってスタッフィングと呼ばれるターキーの中にいろんな具材を詰めた大きな七面鳥の丸焼きにグレイビーソースとクランベリーソースを添えて食べるというのが主な Thanksgiving Day となっており、宗教というより家族みんなで集まって素敵なひとときを過ごす祝日となっているのが現状だそうです。ちなみにターキーはチキンと比べて脂肪分が少なくヘルシーなのですが、ただ焼いただけの状態で比較するとターキーはチキンよりもそもそボソボソするというのが私個人的な感想です。でも丸ごと焼いた七面鳥の中に様々な具材を詰め、グレイビーソースをかけて食べるのはやっぱり美味しいです。カナダでは食事はもちろんのこと、何より特別な日に特別な人たちと食べるというのを基調としているのかもしれないですね。さて、今日もこの時間では日本でヒットしている曲を2曲、ヨーク地区でのイベント情報、日本で注目を集めている曲やヨーク地区のニュース、そして季節に合った曲2曲を紹介します。どうぞ最後までお付き合いください。今週のトップランキング第1位は TBS 金曜ドラマアンナチュラルの主題歌、米津玄師のレモン。そして第2位は TBS テレビ火曜ドラマ義母と娘のブルースの主題歌、ミーシャフィーチャリングヒデの愛の形です。お楽しみください。夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の誇りを払う。戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた。言えずに隠してた暗い過去も、あなたがいなきゃ永遠に暗いまま。きっともうこれ以上傷つくことなどありはしないとわかっている。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたあなたと共に胸に残り離れない苦いレモンの匂い。雨が降り止むまでは帰れない。今でもあなたは私の光。闇であなたの背をなぞった、その輪郭を鮮明に覚えている。受け止めきれないものと出会うたび、溢れて止まないのは涙だけ。何をしていたの、何を見ていたの、私の知らない横顔で。どこかであなたが今私と同じような涙に暮れ寂しさの中にいるなら、私のことなどどうか忘れてください。そんなこと心から願うほどに、今でもあなたは私の光。自分が思うより恋をしてた
なにそばにいたのに、まるで嘘みたい。とても忘れられない、それだけが確か。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたあなたと共に胸に残り離れない願いはもう何。あのね、いつの間にか気づいたんだ、愛にも仕方があって、それがすでに私の胸にはまってたなら、きっとずっと今日よりもっとあなたのことを知るたびに、その形はでは、ワッツオンカレンダー、今週のイベント情報をお伝えします。1059 The Region を聞きの皆さん、一足先に、ハッピーサンクスギビング。月曜日はサンクスギビングデイです。祝日のため、ほとんどのお店が閉まることが予測されています。お買い物に出かける際は、お店情報をチェックしてからお出かけするようにしてくださいね。さて、171st Woodbridge の秋のマーケットは祝日の月曜日でも夕方5時まで開催します。ご家族で楽しい休日をウッドブリッジで過ごされてはいかがでしょう。また今週のロングウィークエンドでは2つのフェスティバルが開催されます。1つ目はパンプキンフェスティバル。秋といえばパンプキン。パンプキンといえばハロウィンですね。秋ならではのイベントをご家族で楽しまれてはいかがでしょう。場所はリッチモンドヒルのリッチモンドグリーンパークにて、時間は朝10時から夕方6時までです。2つ目はキッダパルーザフェスティバルです。晴れはもちろん、雨となってしまっても楽しめるインドアとアウトドア両方設備されているフェスティバルです。ステージでのショーからビデオゲーミング RV、ロッククライミングなど様々なアトラクションがあります。また、このキッダパルーザフェスティバルでもパンプキン関連のイベントを用意しています。場所はマークハムのフェアグラウンズで、
時間は朝の10時から夕方6時までとなっています。ぜひお立ち寄りください。最後のイベント情報は、毎週水曜日に開催されているクルーザーズカーショーについて。今回が車の展示会の最後の週となっています。この展示会では、クラシックな車からレアな車、さまざまな種類やタイプの車を楽しめるイベントとなっています。またミリオンダラースマイルズでは、この展示会に関する抽選券を販売しています。まだ訪れたことがない人はもちろん、足を運んだことがある方もぜひ、今回のフィナーレをお見逃しなく。場所は8300番ハイウェイ27号のキネディアンタイヤの駐車場です。時間は夕方6時から9時までとなっています。今週のイベント情報は以上になります。聞き逃してしまった方や詳細を確認されたい方、イベント情報は 1159theregion.com のウェブサイト What's On にてご確認いただけます。ぜひご覧ください。さて、続いては今週の注目ソングを紹介する時間です。1曲目は映画パーフェクトワールド君といる奇跡の主題歌 E-Girls のパーフェクトワールド。そして2曲目はハジーの片思いです。どうぞ。私同じ時を刻めるのでしょう。抱きしめていいその背中強く、悲しみなんて消えてしまう。本当愛してあげたい、守ってあげたい、ぬくもりで包みたい。本当の愛をあなたからもらって、世界のすべてが美しくなった。私には永遠に愛する人がいる。青く晴れ渡った空の下で、無邪気にあなた微笑むだけで、毎日が眩しく見えるわ。
てが美しくなった私に君を好きになっちゃいけないって分かってたのに君を好きでいちゃいけないって分かってるのにこれ以上君を追いかけても無意味だと心は知っていてもでも止まらない止められないよもう何強く心に願っても叶わない思いもあるんだねどんなに強く心に誓っても君の心を変える力は俺にはない君には好きな人がいてなのにずるいよあの日また連絡をくれて会える会えないもういつも君の都合それでもよかった全てが途絶えてしまうよりは君を好きになっちゃいけないって分かってたのに君を好きでいちゃいけないって分かってるのにこれ以上君を追いかけても無意味だと心は知っていてもでも止まらない止められないんだよ初めて会った日のことを思い返せば続いては今週のニュースの時間です。最初のニュースはヨーク地方の不動産に関する内容です。トロント不動産委員会は地方自治体の政治家にもっと住宅市場の共有を増やすよう求めています。ヨーク地方の住宅販売が昨年の9月と比較して先月の販売が 4% をわずかに上回ったことを発表。平均価格は 8.9% 減少の90万カナダドル、約9000万円となりました。トロント不動産委員会分析ディレクターのジェイソン・マーサーは、住宅政策が需要をコントロールすることに集中しすぎていると示唆。またジェイソン曰く、供給できる住宅が少なければ買い手にとっての選択肢が少なくなり、そうすると将来的にも家を買うという見込みも少なくなると指摘。GTA 全体では昨年と比較して売上高は 1.9% 増加、平均価格は 2.9% の上昇だったとのことです。最後のニュースは木曜日に起きたケズウィックでの事件についてです。現在、オンタリオ州警察は重傷を負った女性をケズウィックで発見した事件について調査を行っています。特別調査部曰く、47歳の女性が道端で苦しんでいると通報を受け、駆けつけた警察官によって女性を発見したのは木曜日の朝11時半ごろ、ウッドバインとモートンアビニューのモールとのことです。ヨーク地方警察曰く、現場に駆けつけた警察官を見た女性は警官から逃げるように近くの森へ入り 1.5 キロほど逃走。しかし再度警察官により発見。重傷を負っていた女性は警察官により病院へ搬送。特別調査部より2人の捜査官と1人の法医学捜査官が今回の事件を追っています。調査部より情報を持っている方、また事件当時のビデオなどのエビデンスをお持ちの方は、特別調査部のウェブサイトへ投稿を依頼しています。また事件について情報をお持ちの方は、これからお伝えする番号まで連絡をお願いします。フリーダイヤルで 1-800-787-8529 となっています。私たちのツイッターでは、その他のニュースも随時更新しておりますので、ぜひご覧ください。ニュースは以上になります。ツイッター@1059
The Region でも最新の情報を随時更新していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。続いてはカナダ、ヨークリジオンと日本の天気情報をお伝えします。せっかくのロングウィークエンドではありますが、ヨークリジオンの週末は雨のち曇り、祝日月曜日は曇りと予報されています。火曜日は暖かくなることが予測されており、26度あたりで晴れとなっていますが、それ以外は最高気温でも10度台前半の温度となりそうです。夕方から夜、また朝方では気温が1桁台となります。どうぞ暖かい服装でお過ごしください。日本は北海道を除く全国各地でまだ20度台後半の気温を維持。本当に羨ましい限りですが、台風25号が九州北部に接近していることから、九州や中国、四国は雨や豪雨で非常に激しい雨が降る可能性があると予報されています。お出かけの際は台風情報をチェックしてください。さて、今週のシーズナルソングを紹介する時間です。秋といえば食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋です。やりたいことに集中できる時期、もしくは集中する時期と言えるでしょう。そんな時期に合った曲、2曲をピックアップしたいと思います。1曲目はスピッツの空も飛べるはず。そして2曲目は同じくスピッツの楓です。お楽しみください。
かがでしたか？お楽しみいただけましたでしょうか？高畑恵美がお送りする今週の159 The Region、 そろそろお別れの時間です。皆さんのフィードバックを随時受け付けております。また聞きたい曲や共有したい内容などありましたら、ぜひ Twitter もしくは159 The Region のウェブサイトにてお知らせください。最後まで聞いていただきありがとうございました。159 The Region、 高畑恵美でした。 Thank you for listening. See you next week. Bye for now. Broadcasting from Markham. This is CFMS 105.9 FM, The Region.